ピーター・ウェラーはアメリカの俳優、テレビドラマ監督。ウィスコンシン州、スティーブンスポイント出身。身長183センチメートル。父親が陸軍のヘリコプターパイロットだったため、子供時代は各地を転々とする。テキサス州に落ち着き、北テキサス大学で演劇を学ぶと同時に、大学のバンドでトランペットも担当。大学卒業後にさらに、 アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演劇を学ぶ。1970年代より舞台に出演。1987年に映画ロボコップに主演したことで有名である。ウィリアム・バローズの小説を映画化した裸のランチでは原作者のバローズをモデルにした人物であるウィリアム・リーを演じた。その後は名探偵文句アンダー・ザ・ドーム・サン・オブ・アナーキー。 ハワイ5-0、ザラストシップなど数々のテレビドラマの監督も務めている。映画、ロボコップの宣伝のため来日した際、ビートたけしが司会を務めるテレビ番組、スーパージョッキーにゲスト出演した。最初は普通に映画の宣伝をしていただけだったが、途中からたけしの顔を凝視するようになり、あなたの顔をどこかで見たことがありますと通訳を介して告げた。 しばらくの間、たけしを見つめていたが、突然立ち上がるとたけしに握手を求めた。実は彼を、大島渚監督作の、戦場のメリークリスマスで見ており、たけし奮する原軍曹の演技に深く感銘を受けていたのだと告げ、偶然の出会いを心から喜んでいた。ありがとうございます。